で、これも検索したらすぐ出ますけど、それとは違う短い話、このパリエイティブプログノスティックスコア、パップスコアとかって言いますけど、これは月単位の予報、ここに書いてますけど、ちょっとちっちゃいですけど、臨床的な予後の予測、まあ、これが何週間でしょうとか、まあ、これは覚えなくていいんですけど、大体食欲不振だとか呼吸困難、白血球数、リンパ球とかが点数化されてます。で、何点だったら大体これぐらいだよっていう大雑把な目安になりますけど、あと PPI って言ってパリエイティブプログナスティックインデックス、これ週単位の予後で、これももう数値とかあんまり気にしなくていいと個人的には思ってるんですけど、緩和ケア病棟とかでは多分きっと取ってると思うんですけど、これも、食べるのとかむくみとか繊毛があるかどうかとか呼吸がどうだとか、この項目を知っておくことの方が大切かなと思ってます。で、いつもじゃあ自分が今はこの点数で何パーセントかってやってるかって言ったらやってませんので、それよりもこの次に出す話の方がメインかなと思ってます。で、この石賀先生って今年確か日本一、看取りをしたところだったと、西日本だったか日本一か忘れましたけど、この先生もすごく有名な先生で、この本むちゃくちゃ分かりやすくて、今日話す内容そこからも取ってますけど、すっごい読みやすいのでおすすめです。近い予後予測、これが実際僕らが看取りの時とかに説明する内容になります。まあ、例えば大雑把な話で言ったら、食べれなくなったら3週間ぐらい、まあ、週単位ですねっていう言い方をよくしますけど、とか短い話で言ったら1週間、ぼーっとしてきたら1週間ぐらいかなとか、もっと短いこともあると思いますけど、自然全滅ってぜいぜい言うやつとか、下顎呼吸で顎を上げるような呼吸になったらもう数時間でしょうとか、チアノーゼが出たらもう手先が紫になったりしたらもうかなり短いでしょうとか、動脈が触れないともう血圧50とか、そういう以下になっている状態だと思いますので、かなり短いでしょうとか、そういうののちょっとまとめがあるんで、まあ、これもこの本に書いてたかちょっと忘れたんですけど、チェーンストークス呼吸ってもうしょっちゅうその説明してますけど、最後の方に呼吸のムラが出るんだよっていう説明をよくしてます。普通の呼吸だったのが急に無呼吸が出て、またはあはあはあって短くなって、また無呼吸っていうような、こういうムラがある呼吸になったらやっぱり短い、でそれはもう旅立ちの向けての準備なんだよみたいな説明をしてます。で、まあ、尿量が少なくてもそうでしょうし、無呼吸がさっきと同じように無呼吸があってもそうですし、下顎呼吸はやっぱりもうかなり近いなって、毎回下顎呼吸出たって思って1日以上ってことはまずないなと思ってます。で、自然全滅はもう6割ぐらいかよく書いてますけど、僕自身がその直前にいるってことはめったにないんで、多分ホーカンさんとかヘルパーさんとかの方がそういうのは見てることが多いかなと思ってます。で、動脈、まあ、頭骨が触れない、それはさっきと同じでもう血圧が低いってことなので、で、先ほど言った104歳の方も、おとついの夕方にちょっと調子が悪いって言って訪問看護が言ってくれて、血圧が60ですってなって、もともと100ぐらいの方なので、あ、もうもしかしたら今日かもしれないっていうのを話してもらって、で、往診ももういいって、もう準備できてますって言われたので次の日に行ったんですけど、そしたら血圧100あって、あれ100かと思って、で、目も開けてくれて、ニコってしてくれて、あれいけるんかなって思ったら今朝なくなって、やっぱり血圧が下がるっていうのはもうすごく大きいことなんだなって思いましたし、もう皆さんよく感じてると思いますけど、亡くなる前の日とかその前の日って一瞬頑張ることが多いですよね。最後、まあ、なんか伝えたいこととかを伝えようとしているものなのかなとか思いますけど、でもやっぱり最後血圧が下がるっていうのはとても意味があることなんだなと思います。ただ、先ほど今までずっと言ったような話よりかは、いつも説明してるのは、例えば、がんの人は最後1、2ヶ月で弱るんだよ。で、まず動きが弱ってきたら、その一歩目を入ってしまったと思います。で、これから食事が食べれなくなると思いますし、その後水分も取れなくなると思います。その後ぼーっとしてきて、だんだん呼吸が変わって、意識の後に血圧が変化したりとか、その後呼吸ももう下顎呼吸になったりして、旅立ちを迎えるようになると思いますっていう話をして、その1、2ヶ月前の時にまずして、そこから大体それをたどっていくので、また次一つ段階を過ぎましたねって、それも旅立ちに向けての準備ですからっていう話をして、まあ、それが普通だからっていう説明を繰り返ししてます。で、ここまあ細かく言わないですけど、これも早期脂肪前兆候、晩期脂肪前兆候って調べたらすぐ出るので、これもむちゃくちゃ参考になるなと思うので、別に覚えなくていいですけど、この晩期の兆候っていうのはこういうのがあったらすごくもう短いんだ、で、上の早期があったらだいぶ弱ってきたんだなみたいな感じで知ってくれたらなと思います。
で、僕自身この緩和ケア普及のための地域プロジェクト、これも検索したら無料でダウンロードできるの で、このパンフレットを使ってもう全患者に僕から説明をしています。ただ1回でもちろん理解できないので、1回まあ大雑把にバーッと説明して、質問があったら訪問看護師か僕にまた言ってください。でもう一回ちょっと状態悪くなった時に、あのパンフレットちょっと出してくれますかって言って、今この状況ですねっていうのを、でこのパンフレットにさっきのこう弱ってこうなるっていう話を毎回してるので、今食べれなくなったのここですねって言って、もう意識が今ないのはもう最後のここの状況なんですねっていう話をしたら、あそうですかって、その前に何回も話してるので、それでほとんどの方は理解してくれてます。訪韓からも繰り返しいつもお願いもしてるんですけど、それが入ることですごく嬉しいことじゃないけど安心感につながってると思います。